ク開始。お願いします。さあ、相手は相掛かりが得意な居飛車と三間飛車。この6三銀型というのがね、なかなかくせ者でして、特にこの飛車がについてないタイプだと右四間にしてくる可能性が、ああ袖飛車か。この人ね、たまにこういうこと言われる人いるんですけど、美濃囲いね、三間飛車恐れすぎだよ。三間飛車なんてそんなね、大した戦法じゃないですよ。三間飛車ほどね、三間ね、高みの囲い。てか思ったんだけどさ、なんだろう、比較三原則とかさ、なんだっけ、なんとかかんとか、飛車先交換3つの得ありとかさ、なんでさ、三っていう言葉がよく格言に使われるんですよね。三とか七とか好きですよね、なんかね。2分30秒。世の人は、世の人っていうか、これ6八飛車と7五歩されちゃうのか。同歩同飛車、なんか睨み合ったままだな、これ何もできないな。いやー、これちょっと、どうすんのこれ、分からん。あ、分からん、これ刺しようがないよこれ。手は出せないこれ。同歩同角で、まあ、もう一回歩を打って引いて、これなんかさ、やりようがないんだけどな、これ。2分、手待ちにしよう。さあ、相手はもうこれ以上さ、手待ちが同歩で角上がって、あ、これ7五歩って手があるのか。でもこれ、あ、そっか、そういう手があるか。でも、うん、6五歩で一応こう鉄線というのができる。まあでも8八に角打つ気があるんで、これ手待ちの時には9八香とかしといた方がよかったかな。8八角打たれた時に香車に当たっちゃうんですよね。うん、でもそういう手だったらもうこれでいいな。もうこれでいいんじゃないの、もう。あー、でもちょっと一回受けといた方がよかったかな。これ桂馬を取る、あ、ここで受ける。こういう風に相手をちょろまかすっていうか、相手の予想しない手を指すことによって相手を惑わせるという手筋ですよ、これ。だからこういう風になるわけで、考えるでしょ、こうやってね。で、そこでまあ歩を打っておくんですよ。で、まあ角出る。あ、でもこれ一回歩取っといた方がよかったかな。まあ一応次桂香車が取れると。うん、教授取るのよ。でも、理由が入ってきちゃうからな。うん、これ取る、うん。全部取りますよ。あ、でもこれ2七歩同角。ちょっとまずいか。2七歩が痛いな、これ。同玉で飛車取れて。かといって2七歩と打たれた時に逃げるのもちょっとおかしいですもんね。ちょっとやっぱり、ちょっとこっち2筋から突っかけたのが、ちょっとあだになっちゃってるかもしれませんが、そんなこと考えていてはいけませんよ。これ次打たれ、これだけは容赦なく投資しますからね、私は。これ角使うのもったいないとか、そんなの全然考えない。そんなこと一切考えない。そんなの、ノータイムだし、ノータイム。で、馬を引いて、あー、でも桂馬取られて、角、これで王様の逃げ道が開いた。まあ、3六になんか打たれる隙にもなってますけどね。取るよ、こんなの。こんなのこれだよ。まあ1九飛車に同角同竜は詰めろ。こんなの玉で取っていくけどね、こんなの。これはでもありがたいんじゃないか。これ引いたら、ああやばい、何やってんの、なんだこれ、バカだこれ。ちょっとバカしちゃった。でも、あー、でもまずい、これはまずい、これはまずいよ。あー、これ何やっ、お前の負けだ。何やってんだよ、ほんとバカだね、ほんとバカ、アホだね。なんかこういう将棋見るとさ、居飛車穴熊強くて、なんか居飛車穴熊に 無策でいるのはやっぱりいけないんじゃないかっていう、そういう誤解をさ生じさせるんじゃないかっていうのが、そういうのはちょっと心配なんですが、相手3段ですからね、3段、うん。ちょっと見せときますけど。いや、居飛車穴熊なんて、本当は大した戦法じゃないですよ、本当は。ちょっと私が、ちょっと、7五、なんていうのかな、角の頭の攻めをちょっと、うかう、
で軽視していただけであって、本当はイビシャラグマなんて別に、なんかさ、そのプロならともかくさ、素人の人がさ、アマチュアの初段くらいのレベルの人がさ、イビシャラグマ恐れすぎなんですよ。なんかよくさ、振り飛車党の人がさ、なんか話をしだすとさ、決まってイビシャラグマ対策について話題になるじゃないですか。イビシャラグマなんて別に大したことないと思うんですけどね。っていうことを言うためにやっぱり勝って、結果を示さなきゃいけないんですけど、もうすでに結果出してますからね、他の動画で。別に、うん。なんかよくさ、何かっていうとすぐ結果出せ、結果出せっていう人いるじゃないですか。もうすでに結果出してるのに結果出せっていう人いますよね。ねえ。もうすでに勝ってるのに、それでもまだ結果が出てないとかさ、言う人いるんでさ、もう出てんじゃねえかってね。なんか決まり文句とか言う、決まり文句でさ、勝った気分になるんじゃねえよって感じですよ。まあ、決まり文句っていうと何でしょうかね。人は一人じゃ生きていけないんだよとか、なんだろう、世の中って厳しいんだぞとか、ですかね。あとは、なんだろう、とりあえず頭を下げておいた方が身のためだよとかさ、なんかいろいろありますけど、とにかくさ、その言葉を言われてしまったら反論してはいけないという村の掟がすでに、日本村という掟によって、その言葉に反論することは許されていないっていう、そういうセリフってよくあるじゃないですか。そういうセリフを言う人っていうのはね、まあ大抵頭が悪いと決まっておりますのでね、皆さんもね、そういうつもりで、日々のね、会話に勤しんでもらえればなと思うんですよね。だってさ、人は一人で生きていけないんだよって言ってる人ってさ、いや、一人で生きていけるんじゃないかなっていうふうに反論されること全く想定してないじゃないですか。それを言えばもう、それでもう、自分の勝ちって決めつけてるんですよね。うん。それが、それがさ、すでに頭が悪いってことですよ。うん。自分の頭で考えなくてもさ、発言できるじゃないですか。人は一人で生きていけないんだよ。世の中厳しいから助け合っていかなきゃいけないんだよとかね、言う人いるんですけど、でも、そういう人ってさ、じゃあ、人は一人でいるっていう状態は一体どういう状態なのか、そしてどうしてその状態に陥ると人は死んでしまうんだろうかってことを全然考えもせずにさ、ただなんか、それを言ったら反論しちゃいけないって決まりがあるから、とりあえずその発言をしておくってだけじゃないですか。まあ、そんな話をすると、視聴者の皆さんは多分、まあ、そんな深く考えなくても、そんな決まり文句とかさ、反論禁止とかさ、そんな一つ一つの言葉とか会話にさ、深い意味をさ、捉えなくてもいいじゃんって思うかもしれませんよね。だけどさ、私は結構言葉にこだわるんですよ。だから例えばね、ここに今このもう一度対局しますかっていう風に出てますけど、したらもう一度対局するんだ、しますか聞いてるんだなってことは分かるわけじゃないですか。大体さ、もう一度対局しますかって書いてあってさ、はいと言えならわかるんですけど、解析って何なのこれ。もう一度対局しますか、解析しますって、これ会話成り立ってないですよね。何なのこれ。おかしくないこれ。もう解析っていうのはもう一度対局しないわけですよね。もう一度対局せずに解析なんだったから、いいえ、解析しますって書くならわかるけどさ、何解析って、これ会話成り立ってないじゃないか。ふざけんなよと思いますけど、なんかそんなつまんないことに突っ込んでるって思うかもしれないけど、こうやってさ、なんかなんていうのか、理屈に合わないし、合わないセリフというか文句を垂れ流しにするのが私は気に入らないんですよ。例えばさ、立ち入り禁止、いや、立ち入り禁止だとあれかな、なんていうのかな、本当に立ち入り禁止にする権限がお前にあるのかっていうところにさ、立ち入り禁止っていうさ、縦看板がさ、書いてあったりしません？なんか、山道とかでさ、この先立ち入り禁止とかさ、ね、なんかすごい怪しい山道の入り口にさ、この先立ち入り禁止とか書いてあったりとかさ、立ち入り禁止っていうのは、遭難の恐れがあるから立ち入りしない方がいいよって言ってるのか、それともなんか、私有地だから立ち入り、禁止ってことなのか、なんかよくわかんないけど、それからあれですよ、コンビニとかでさ、コンビニエンスストアとかでよく30分以上の駐車お断りとか書いてあるとこありません？中にはさ、30分以上の駐車は無断駐車とみなし撤去いたしますとかさ、罰金2万円申し受けますとか書いてあるとこありますよね。
思うんだけどさ、30分以上駐車したら無断駐車とみなし撤去しますって書いてあるんだったら、ちゃんと撤去してもらわないといけないと思いません？あるいは2万円罰金申し受けますと書いてあるけど、30分以上止めるなって書いてあるところに30分以上止めていたことによって、お店がさ2万円請求する権利があるとでも思ってるんでしょうかねっていうところなんですよ。それちゃんとさ、そのさ、30分以上駐車してたら撤去するぞ、あるいは2万円さ分取るぞって書くんだったら、そうやってさ人のなんていうのかな、財産とかを、人の財産をこう強奪するぞっていう風に脅しをかけるんだったら、その脅しをかけるリスクもさ引き受けろよって話なんですよ。つまりその撤去するって言ってるんだったら、本当に撤去してそれで裁判を起こされてふざけるなってね、そこで撤去された俺の車を返せと、でさらにそうやって撤去されたせいで仕事に遅れてしまったじゃないかってね、取引先の山田さんに怒られちゃった、山田さんとのね大事な話し合いがあるんだよこれから、そこに行かなきゃいけないの、だから一刻を争う事態だから本当だったらねスーパーマーケットの声優で買い物したいんだけど、でもしょうがないから山田さんとの待ち合わせに遅れたら大変なことになっちゃうから、しょうがないからね割高なセブンイレブンで買い物してあげたんだよね。でそこでそこで30分も駐車してたらおかしいですけどそれだったら急ぐんだったらね、ちょっとね物語がおかしくなっちゃいましたけどまあでもそういう事情があってさ、セブンイレブンに行ってそしたら撤去されちゃったと、うん、そのせいで仕事に遅れてしまった、そのせいでね、うちの会社のさ重大なそのこれからの仕事がうまくいかなくなっちゃったじゃないか、ふざけんなって言って損害賠償され賠償請求されるくらいの覚悟を持って書けよって話なんですよ。本当はさ撤去する気なんかさらさらないんでしょ、どうせ撤去する気がないのに撤去するなんて書くんじゃねえよって思うんですけどね。2万円罰金いただきますとかさ、よくあるじゃないですか、無断駐車お断り、無断駐車されるのは困るのはわかるよ、わかりますけど、でもさ2万円罰金するさ権利、罰金請求する権利お前ないだろってさね、え罰金請求する気がないんだったら書くなって話ですよ、うん、あとなんか周囲に騒音なんて騒音があるので、コンビニの前でたくさん集まって食べるの禁止、悪質の場合は警察に通報します、よく警察にこういう場合は警察に通報しますとか言う人いるけどさ、通報しろよだったらねえ、通報しますって言ってさ脅しだけかけといて実際には通報しないやつらばっかじゃないですか、通報しますっていう風に書いてあるんだったら約束守ってちゃんと通報してくださいよねえ、なんかさダメですねそんなんじゃ、うん、なんかそれがね非常に気持ち悪いんですよ。だからお店側も通報したりね撤去する気がないのに撤去しますって書いて、客の方もどうせ撤去するわけされるわけないよっていうつもりで入店するっていうさ、言葉に対する信頼感がなさすぎるっていうのが非常に気持ち悪いんですよね。私の言葉は一語一句全部自分の内から出てくる本物の言葉なんで信用してくださいよ。あと前岩手県の盛岡市内にさ、なんか無断駐車したらタイヤに穴を開けますとかいう、なんかそんなねとんでもない落とし文句書いてあるお店があったんですけど、どこだったかな、んかスーパーマーケットだったかな、なんか盛岡の中心からちょっと東の方に行ったところにあるなんかスーパーにそういうのがあったんですよ。だから近くに井戸があってさ、井戸の誰でも組める井戸のがあって、その井戸の近くにあるスーパーマーケットになんかそんなことが書かれてたんですけど、お前さそんな風に脅し文句書くんだったら実際に穴開けろよって、穴開けて損害賠償するさ覚悟でそういうこと書けよってさ話ですよね。無責任にそうやって脅し文句書くのはさダメですよそんなの、うん、まあ他にもねなんか、まあそんなとこですよ、うん、とにかく自分が何か発する言葉を発するんだったら、その発する言葉にちゃんと責任持って約束は守りましょうってことを言っただけの話、小学生でも分かるって言ってしまうと小学生の方々に失礼になっちゃいますので、小学生の皆様にね失礼であることを重々承知の上で言っておきますけれども、
言葉を正しく使うってことと約束は守るっていうのは小学校で習うことですからね、うん、やっぱりそのなんだろうね、あの1時間目の授業になんていうのトイレは、休み時間のうちに済ませましょうとかいうそういうルールがあったら守りましょうっていうの約束守りましょうっていうのは当たり前でしょそれね。あのやっぱり自分で宣言したことはやっぱり守んなきゃね。だって人に押し付けられた約束じゃなくて自分で宣言してんだから、人からさ無理やり押し付けられた約束じゃないんだから、わざわざ自主的にあの30分以上駐車したらさ撤去するとかさ、自分で自ら約束してんだからさ、自分で約束してる自分ルール守れないなんてさ、そんなの、そんな人にその小学生の遅刻とかね、小学生が授業中にトイレに行っちゃうとかそういうのは責める資格ないですからね、うん、まあそんな話です。ありがとうございました。